70人約聖書の断片ギリシャ語約聖書は、キリスト教聖書のギリシャ語への翻訳である。70人約聖書は、キリスト教聖書の最初の外国語翻訳であった。この聖書は古代ギリシア語のアッティカ方言及び、イオニア方言を基盤にしたコインレイギリシャ語で書かれていて、ユダヤ教聖書、タナハは、ヘブライ語及びアラム語から翻訳された。なお、 新約聖書のギリシャ語テキストには、テクストゥスレセプトゥス、ネストレアーラント、ウェストコット・ホートなどがある。この時期、この他にシノペノ・アキラなどが、ユダヤ教聖書の部分訳を試みていて、断片が残っている。古代ギリシャ語は時と共に現代ギリシャ語へ変化してきており、また様々な考えの人たちが出てきて、いくつかのギリシャ語訳聖書が出てきた。1638年に、 改革派のキリロスルカリスの主導で、交互ギリシャ語を使った新約聖書がジュネーブで出版された。1703年には、近代ギリシャ語の新約聖書がミティリーニのセラフィムにより作られたが、これは、その翌年コンスタンティノープル総主教庁により正式に禁止された。1850年、カサレブサギリシャ語の旧新約全書を、 ネオフィトスバムバスが20年の歳月をかけて完成している。彼はアテネ大学の学部長であった。1901年、アレクサンドロスパリスは4福音書現代にリシャ語に翻訳して、これはエヴァンゲリカとして知られている。このことが新聞で発表されると、大学生たちが大騒ぎを起こし、彼はギリシャの宗教的、国民的一致を壊し、国を スラブ人やトルコ人に売ろうとしていると主張した。このため、ギリシャ正教会主のどは、今後ギリシャ語訳聖書のあらゆる翻訳は無効であると、した。1967年、アテネ大学の学者たちが、テクストスレセプトスをもとに、新訳聖書を翻訳、出版した。1994年、バムバス聖書のデモ的ギリシャ語への改訂版が、出版された。これは、 ギリシャ福音派協会が使っていて、聖教会も認めている。さらに、アテネ大学とテッサロニキ大学の教授12人も、ギリシャ聖書協会のサポートの下に、1960年代からデモ的ギリシャ語への翻訳を進めていて、1985に新約聖書が、1997年に旧約聖書が出版された。これはギリシャ聖教会シノが承認していて、 また福音派教会もカリスマ派教会も使っている。この聖書の英語名は Today's Greek Bible である。ありがとうございます。